さんもこんにちは、あやなんです。今日はピアノ日記何日かぶりかでーす。ピアノ日記をやっていたことを私は忘れていました。今日は花束を女性キーに変えて歌って弾き語りをしたいと思いまーす。で、イヴ・サンローランの唇届いたんだ。唇どういう歌かというと、男の人と女の人が付き合うんだけど、うん、そんな感じ。では聴いてください。バックナンバーの花束。僕は仲間